一生懸命歩いてよかったなというふうに心から思っています。どうか今日一日楽しく安全に平成最後の錦糸町河内音頭をお楽しみいただきたいと思います。ありがとうございます。それではこの錦糸町河内音頭実行委員会委員長を務めております人形焼山田さん、山田実実行委員長よりご挨拶を申し上げます。皆さんこんばんは。第37回のですね、社会長団にこんなに大勢の皆さんが来ていただいてありがとうございます。またですね、またね、これからもですね、続けていきたいと思いますが、そのためにはですね、皆さん方のですね、応援が必要でございますので、一つよろしくお願いいたします。また、私はここに出てきますと、とりあえず商店街の宣伝をしなきゃいけません。お買い物はぜひ墨田区内の商店街をご利用ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。本日は平成最後の錦糸町河内音頭の応援に大勢の皆様がご来賓として駆けつけていらっしゃいます。まず、墨田区観光協会森山育子理事長からご挨拶でございます。皆さんこんばんは。踊ってますか？第37回そして平成30年最後の、河内音頭大変盛り上がっていてすごく嬉しいです。今回は NHK さんはじめいろんなところでこの河内音頭を取り上げていただいたおかげか例年になく本当に多くのお客様がお見えになっていただいてます。私も先ほど踊りましたが、一曲踊っては休んで一曲踊っては休んでですが皆さんのパワーには負けます。私も今日は最後まで踊り狂いますので一緒に踊りましょう。森山理事長ありがとうございました。それでは衆議院議員松島みどり衆議院議員のご挨拶でございます。地元の墨田区から出ております衆議院の松島みどりでございます。国会で盆踊りで2020東京オリンピックパラリンピックを世界に向かって盛り上げようそういう議員連盟80人ぐらいで作って会長をやっております。この河内音頭も素晴らしいけどこの後先生方は教えていただいて2020の新東京五輪音頭の練習会もあると伺っています。皆様と共に今日楽しく過ごそうと思います。頑張りましょう。ありがとうございます。それでは、来賓の、皆様改めてご紹介させていただきます。森山育子、墨田区観光連盟の理事長でございます。川勝慎一郎都議会議員でございます。成清理沙子都議会議員でございます。木内清区議会議員でございます。樋口敏郎区議会議員でございます。下村みどり区議会議員でございます。最後に私も仕事は区議会議員をやっております酒井由香子でございます。ありがとうございます。それでは、このまま2020オリンピックパラリンピック機運醸成タイムに移ってまいります。ではどうぞよろしくお願いいたします。あ、先生方後ろでそのまま東京2020大会に向けて機運を調整するため1964年南春夫さんの歌で大ヒットしました東京五輪音頭が2020バージョンとして昨年生まれ変わりました。墨田区は国技館でボクシングの試合が予定されております。2020の夏に向けて五輪音頭をみんなで踊って大会に向けた機運を盛り上げて世界からやってくる観光客6000万人時代でございます。盛り上げて
今日は素敵な浴衣でもって素晴らしいです。先日墨田区オリンピックパラリンピック人技競技会での発足式で、踊りを披露していただきました、第17代前墨田親善大使の清水香織さん、田中さとみさん、そして、オリンピックを盆踊りで盛り上げようみれの松島みどり、衆議院にも参加しております。私も踊らせていただきます。